先日のライブで、俺はみんなと同じトレーニングメニューをやっても高い成果を上げる自信があるとおっしゃっていて、かっけーっしびれてしまいました。ところで、この場合、たけいさんと他の人とはどんな差があるのでしょうかたけいさんに勝つには何が必要でしょうか運動に対する理解じゃないですかね。例えば同じメニューを渡されたとしても、そのメニューを どんな力の使い方でこなすかっていうことで、能力なんて簡単に差が出るんで、運動って重さのある物体をどんな風に移動させたり、動く、するっていうことが基本運動っていうものなので、わかんないけど、例えばね、あ、ちょっと今さ、こうやってボトルがあるじゃない例えばさ、練習メニューが、じゃあ、 今日100メートル10本なって言われるとするじゃないですか。100メートルって大体50歩ぐらいで走るんですよ、一般の人はね。俺は46歩か7歩なんですけど、要は100メートル走れって言われたら、僕は46回地面を触るわけですよ。他の人も陸上選手だったら大体そのぐらい地面を触って力を加えていくんですけど、じゃあその力を加えるときに、こう加える人もいれば、こう加える人もいれば、こう加える人もいれば、 こう加えるる人もいるわけですよ運動ってどんなことでもそうですけど何かにエネルギーを加えてその物質が何か動いたり移動したり飛んでったりとかってさせることが基本的にスポーツの原点の運動じゃないですかそれには無限に力の加え方があるわけですよでその目的が何なのかこれを遠くに飛ばしたいのか早く進めたいのかその目的があるわけじゃないですか その目的に対して最も有効な手段をこいつに加えられるかどうかがスポーツの能力の差なんですよ。で、非常に正しく行うのは試合で必要な作業なんですよ。トレーニングはそれをあの必要な作業ができる筋力だったりスピードだったりを鍛えるためにちょっと不合理なことをさせるのがトレーニングなんですよ。 だけど、そこにも、この技術を手に入れる技術的な感覚を得る練習と、その物、物的なエネルギーの強さを手に入れるトレーニングと、二つ、まあ、もっと細分化するといろんな作業が必要なんだけど、ただその知識が、僕は他のスポーツでやってる子よりも、たくさん勉強したんで、多いし、頭で思ったことを思った通り、 自分の体にやらせる練習をたくさんやってるんで、俺はこうやってると思ってて、できてない人より、できてる確率が高いんですよ。だから同じメニューやっても、同じメニュー渡されたら、一番高い効果をそのメニューの中で発揮する自信があるってことです。 この辺をよく分かってないでスポーツやってる人がまあ多いこと。メニューやったらそのメニューをなんとか頑張ってこんいうところにだけフォーカスしてる人がまず多いのと、まあその人たちはもうほぼ勝負にもなんだなけど、そこに段階がいろいろあるけど、フォームを気にしてそれを行うっていう人がもう一段上にいて、 でフォームじゃなくて、どんな力の入れ方したらいいのかなって考えてる人がもう一段上にいる。で、さらに、それをどのぐらい、このメニューで本当に正しいのか、もっと効果が出る、本数や距離やインターバルや、なんだかんだいろいろあるのではなかろうかと考える選手もいる。さらに、その上に、それをやって痛めた体が、 最も短い期間で回復するには、こういう作業が必要なのではなかろうか、考えてる人がいる。その手前に、スポーツやる手前に、まず思った通りのことができるのか、できないのかっていうことを研究してた俺みたいなやつがいる。それができるようになって、そのメニューをこなしてるのか、そんなことは考えたこともなくて、ただその業界に入ってそのメニューをこなしてるのかでもう差が出るしとか、スポーツっていろいろな段階で差が出る要素がいっぱいあるわけですよ。 同じメニューやったとしても。だからなんか俺が短い期間で記録がカーッと伸びたことを才能って言う人もいますけど、まあそう言ってる人は大体そういったことをあんまり考えずに与えられたメニューをただ自分の今持ってる手持ちの感覚と知識だけでこなして、俺はダメだったって言ってる人が多いんですね。ほぼほぼそうです。そういう人が大体才能って言い出し。こんばんはトレーニングで走るときにサポートタイツを履いた方がいいと思いますか 計算のスパッツみたいなものを履いているようですが、どんなメリットを考えて履いているのか教えてください。俺がロングスパッツみたいなのを履いているのは、足の皮膚を冷えた外気に触らせないために履いているだけなんで、網目が細かいタイツだから、そこに空気が入りやすくて、その皮膚との間に 暖かい層を作りやすいんで、足が冷えにくいっていうためだけに履いてます。暖かかったら別にタイツを履く必要もないと思ってるし、ただ風が吹いてたりすると、1メートル風吹くだけで体温が下がる率ってめちゃくちゃ上がるんで、だから風の強い日は僕は履くし、風がなくて暖かい日は履かなくてもいいと思って走ることが多い。で、その方が動きも良くなるし、なるべく履きたくないんだけど、冷えるよりは履いてた方がいいっていうのが理由です。セガイマスターズ陸上。 の頃は、普段の時と比べて練習量どうでしたか 変わらないです。一日一時間以上やらないって決めてたんで。はい、俺の練習は基本一日一時間。一日一時間の理由もあって、一日一時間だったら僕じゃなくてもみんなも努力できるよねっていう。だから一時間頑張って世界一も取れるよっていう大人になってからでも仕事をめちゃめちゃしててもっていうメッセージなんで、僕はすべての競技に一日一時間で向き合ってます。なんでこんな深夜に起きて体調管理と筋トレで体作れるのか不思議だって。深夜もさ、朝も昼もさ、 ぶっちゃけ本当は関係ねえぜ、時間なんて。ずーっと繋がってんだから。ちょっと明るいかちょっと暗いかの話だろ関係ねえから、正直。関係ねえから、本当に。有効に使ったやつが勝ちだよ。ずーっと繋がってんだから。朝、昼、夜とか、こんな、くるくる回ってねえから、ずーっと時間繋がってんだから。関係ねえから、太陽くるくる回ってるだけだから、この場所で朝だ夜だ騒いでんだからさ、関係ねえから。 同じ時間だから、必要な時に必要なことやったらいいのよ。竹さんおはようございます。自分はビーチバレーボールをして、身長185で体重が8 1キロジャンプの初速を上げるために、ジャンプする動作のウェイトをつけてトレーニングしていますが、なかなか初速が上がりません。ジャンプする初速とボールに反応してから一歩目速くするトレーニングを教えてください。トレーニングなんかぶっちゃけ何でもいいんだけど、ジャンプをする初速を上げるのを、重いものをつけて、負荷をかければいいとだけ思ってたら、 あるところで止まるでしょうね。あとは、鍵となるのはやっぱり連動。そのジャンプをしようという作業の時に、他のパーツを使って体をいかに軽くできるかっていう。垂直方向、下方向に向かってる重さを腕のスイングだったりとか、腰の屈曲からの反作用を使って、軽くしつつ、やっぱり筋力が強くて重いものをゆっくり押してる動作でトレーニングしてると、 パワーがちょっとついて、ほんのちょっとジャンプ力が高くなるぐらいの効果が1年で、ほんのちょっとこんぐらい強くなるぐらいなんで、大して変わんないですよ。トレーニングっていうものでつくものは。垂直飛びが10センチ高くなるとかっていうことが数年で起きるっていうことはあると思いますけど、初速を上げるとかっていうことは、それとは違う体の使い方とか、 体のパーツを何箇所有効に初速が速くなるための動作をさせられるかっていうことが結構大事なので、まあその技術があって、すると重いものを動かす筋力よりも軽いものを速く動かす運動とか重いものが負荷がかかったのをより素早く負担なくいろんなパーツ使って 逆方向に動かせるようになるとかそういう動作を使ったトレーニングで体への負荷は抑えつつでも全体のエネルギーはすごく多い運動をしているっていうことが達成できるようになるとジャンプとかスタートの初速とかそういったことは伸びやすいですよね。 言ったら、うん、そういうことにね、フォーカスしてほしいなと思いますけどね。だから、ジャンプするんだから、ジャンプに負荷をかければっていうことは、その、 負荷かかってる状態で、じゃあどんな運動になるのって言ったら、普段よりちょっとゆっくりな運動になるってことでしょだからその抵抗に対してレジストしてるだけだと、出る結果はそのパワーが強くなって、ほんのちょっとジャンプ力が上がるとかっていうこと。あと体重、まあ、初速多少上がるけど、 そんなことよりもっと大事なことあるよってことはね。竹さん、トレーニングの意味がやっとわかりましただって。自分は投球の動きをトレーニングで再現しようとしていませんでした。思いっきりジャンプしたり、スナッチしたりしていましたが、同じ動きばかりでボールを投げるに必要なエネルギーの方向を無視していました。確かに球速は多少上がりましたが、効率が悪いとか、最近は投球フォームの感じでタイヤをハンマーでぶったたいたり、 投球の動きに近いものを考えています。どうですかだって。別に近くなくても、投球に対する筋力とかを強くすることもできるし、投球動作で使う筋力が強くなくても、投球を速くすることはできるし、アクセスの仕方とかアプローチの仕方は無限です。無限。ただ、やっぱり身につけた力を、その運動に活かせるかどうかっていう、やっぱり知識が必要。知識ってやっぱり技術が必要なので、うん、投球ってすごく複雑な運動。 運動なんでスポーツの中でもかなり複雑、ハイな運動なんですよ。だから日本人の投球フォームを真似しないことが俺はいいと思います。あのー、日本人の野球やってる人の良くないところは、やっぱり自分の体型とか関節の向きとか突き方とか、快適に動きやすい体の動かし方とか。 そういったものを意外と無視して正しいフォームっていうのに押し込めて技術指導する人が多いんで、それだとその動きに合った関節のつき方、筋肉のつき方、関節の長さ、そういったものを持ってる人しか綺麗に見えないんで、そのフォームでやると。だすると能力はあるのにそのフォームにアジャストできなくてスポーツがうまくならない人いっぱいいるんですよ。 ピッチャーの美しいオーバースローみたいなフォームをみんながやったらみんなが機能を100出せるかってそういう生き物じゃないですよ人間ってだからメジャーリーガーとかのいろんなフォーム で、いろんなステップの仕方、いろんなリリースの仕方がある、ああいうのが、やっぱり人間の運動の基本的な作り方なんで、やっぱり自分の体のまあ特徴を活かして、自分が一番ドミナントを発揮しやすい動作で、でしかも精度が高くて、関節に負担がかからない。そして、 速いスピードで指先を動かすことのできる運動をチョイスするっていう、そういうふうに運動を捉えて、結果に、結果に全てのアクセスをアジャストするっていう方向で、自分のフォームとかを決めていくべきなんですよ。だから、投球のフォームありきでトレーニング考えてるじゃないですか。 この時点でもうちょっとスポーツに対する考え方がちょっと幼稚なんですよ。これは悪口じゃなくて幼稚っていう言い方が良くないかもしれないけど、スポーツへの捉え方が多角的じゃない。本当に単一的なこうちょっとピッチングの動作があります。で、それは何かフォームとか自分のフォームを球を投げるっていうことにフォーカスしてるんだけど、 投げる方法なんて無限にあるわけだから、投げるフォームも投げる動きも無限にあるわけだから、その無限にある中で一番自分の体を有効に使える形、力の向き、そういったものを理解して、それがより強くなるためにはどんな運動を どれぐらいの回数、どんな負荷をかけて、どんな能力を鍛えれば、それが達成するのかっていうのを考えるのが、トレーニングの醍醐味なんですよ。そこが楽しいわけですよ。そこが他者を上回ったり、他者が同じスピードで球飛んでくるのに、この人の球は打ちにくいって思ったりする技術に変換できるのか、それとも、 球は速いけど打ちやすいよねって思われちゃうのか。このフォームからこの回転のこの変化球を投げたらバッターからするとまあタイミング取りにくいとか、振りに行ったら曲がっちゃうから当たりにくいとか、そういったものをやっぱりこう編み出してピッチングに活かすっていうのが、本当にダルビッシュ投手とかも言ってたけど、本当に回転軸と向き、回転数と回転軸の向きで球っていうのは曲がる方向も行く先で起きることも変わるわけだから、そこを未だに楽しいと言って、 あやつり続けてるダルビッシュ投手がいまだにメジャーであれ活躍してて、自分の体への探求も続けて、フォームを毎年変化させて、いろんなことにトライしてるってう。だからあれがやっぱ運動の醍醐味なんで、スポーツの醍醐味なんで。うん。そういったものを本当にいろんな人に楽しんでほしいし、スポーツを正しいフォームとか、そういったものに押し込められて、それをうまくできなきゃスポーツがつまんないとか、それをうまくやることだけがスポーツを伸ばし方みたいに 日本の人はやっぱ思い込みがちだけど、そうじゃないっていう、一つ一つの動作で無限に遊べるのがやっぱスポーツの一番の魅力なので、だからそれさえあれば、試合に勝とうが負けようが、オリンピック出ようが出まいが、メダルがあろうがなかろうが、一生楽しめる遊びになるのは、その競技のそのフォームでしか達成できない、すごい狭い道になっちゃうのかっていう、 やっぱり人生の道を楽しく暮らせる武器にするのか、それともただただその中で何とかしようとしてる遊びになっちゃうのかっていう違いが出ると思うんでね。頑張ってください。ジャンプ力を上げるトレーニングについてお伺いしたい。身長178センチ。目標はダンクシュートです。ジャンプして。はい。ジャンプ力ないんだったら、まずジャンプして。若いでしょ、まだ。若いんだったら、本当にジャンプするのが一番早いと思いますよ。変なウエットとかするより。多分、怪我すると思うから。 ジャンプしていた方がいいっすわ。ジャンプしてください。あと階段登ってください。いろんな方法で。早く登ったり、大股でぴょん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 何段も飛ばしたり、最後の一段をめちゃくちゃ高くジャンプしたりとか、片足でも両足でも高く飛ぶジャンプをたくさん、あのいろんな方向にいろんな高さ飛ぶっていう作業を毎日いろんなところでやってください。それが一番ジャンプ伸びますわ。 えー、大学2年生、サッカーのゴールキーパーやってます。プロ目指していますが、全くの無名です。竹さんがゴールキーパーならどのように能力を高めていきますかって。<laughs> まあ、変わんないです。今と変わんないことやります。はい、何でも、身、は、体、い、能力をとにかく高めていくトレーニングをします。はい、走っても速い、飛んでも飛べる、反射も速い、みたいな能力を鍛えていきます。内容はまあ自分で考えた方がいいんじゃないですかね。こんばんは、ロードバイクをしています。うん、2>, 2分45キロで走って3分レストを3セットか、 35キロ20分1セットどっちがいいトレーニングになると思いますかだって。シなみにンドちも限界ギリでやったのは最終的に目標45キロで1時間走り切ることです。たって。45キロで1時間走ることなるほどね。まあまあなスピードだね。8割くらいのスピードでずっと行くってことか。なるほどな。どうだろうね。もうちょっとスピード速くて60秒とかでインターバルを 2分120秒取って10本とか、35キロで6分か、6分かける5セットとか、そのぐらいかな室村伏工事が好きで、室伏のドキュメンタリーとか見ました。昔は細身でパワーがあるように見えませんでした。鬼の身体能力は肯定的に身につけたのでしょうかそうだね。肯定的に身につけたとしたらトレーニングをすれば室伏君の身体能力を身につけることは可能なのでしょうか遺伝子的に、人種的なこともあるし、彼は お母さんがね、ヨーロピアンなので、元々のヨーロピアンの遺伝子も持っていて、お父さんの大きな体の遺伝子も持っている。で子供の頃はガリガリだったけど、やっぱトレーニングして、あの体になれるっていう先天的なものもある程度あるけど、さらにそれをはるかに上回る後天的なトレーニング量と知識と、 積み重ねで世界一のエネルギー放出量を手に入れたので、俺はもう本当に尊敬しかないです。で彼が誰よりも 軽い体重でハンマー投げで世界一になったのを見てるんで、先天的な才能だけではないっていうことを彼が一番証明してるアスリートだと思うから、体のサイズとか大きさとか、元々のただのゼロパワーとか、そういったものだけで世界を取ってるわけじゃないっていう、そこに本当に他の選手をはるかに上回る投げ方の技術、ターンの技術、もう明らかに違うから、他のハンマーの選手、120キロとか110キロとかある選手の回転と、 呂氏工事がぐるんってこう、アンマーを回してきた時の、やっぱり正確な軌道と、あと本当に一回転ずつ足を使って加速しては、それを振り下ろして、また加速して、振り下ろしたものをまた支えて、上方向に力を変換していくみたいな、あの作業、4回の作業は、本当に芸術だから、本当に素晴らしい芸術のような技術なので、ぜひね、皆さん、呂氏工事、すごいすごい、俺いつもいじるように言ってますけど、 本当に彼のベスト記録出した時の84メートルぐらい投げてる時の動画をぜひねご覧になってください。こんなにね、重いものを移動させる競技で、こんなにも重量感感じないのに、すごい重量が速い速度で動いてるっていうのが実感できて、さらにそれを正確に、精密に行って、投射物を遥か彼方まで飛ばすエネルギーを生み出してるかっていう、その技術の 端々のすべての動きがコントロールされて計算されたものだっていうのを感じられるちょっと宇宙的なレベルの技術なんで皆さんぜひね室伏工事の投擲の映像をねスローで何度も何度も見たりあと普通のスピードで何度も何度も見て何をしているのかっていうのを解析するとスポーツっていうものの理解が深まると思いますよスポーツってああこうすればいいんだ重いものはこうしたら軽くなるんだ 遅いものを早く動かすためにはこういうエネルギーが必要なんだっていうことをすごいほぼ全部含んだ運動になってるんですよ。だからやっぱりねそういったところを皆さんにはスポーツを見てただすげえって言うんじゃなくてすげえ人の運動にはすげえ結果が出るための物理的なこう 照明がが動ききのののの中に必ず含まれていいるるでで俺はそういうのを見るのが好きなんですよだからあのアスリートのトップアスリートたちにすごいリスペクトがあるしなんか人間的にそういうものを考えて生み出してる人たちの人間性が好きになるからだからアスリートもなんか俺の話聞いてそういうのをちょっと感じてくれてるから多分すごく仲良くなれるんだと思いますよ皆さんも是非ねその辺注目して見てみてください。